皆さんこんにちは、アイ部長です。トーマスプラレールもうすでに中古で買っていますが、中古で持っているプラレールを紹介していきたいと思います。それではこちら、じゃん。まずは機関車トーマスですね。これがステッカーバージョンですね。なんか後ろにライン書いてあるやつですね。もうこれはすでにもう売ってはいませんですが、まあ今はプリントされていて、まあ、テネスの積み下ろしセットはなんかトーマスとエリザベス踏切ステーションセット限定で、まあ、後ろのラインがついたやつがありましたね。で、にぎやか貨車設定はなんか怒った顔のトーマスが登場して、これもついてますね。これはなかなか手に入らないものですね。これは本当に中古として買ってよかったし、全体的に見るとすごい綺麗な感じがします。そして、ゴードンの急行列車です。これ昔ちっちゃい頃持っていたやつはやっぱり中古ショップで買ったものがありますね。やっぱり僕も子供の頃結構プラレール遊んで壊しちゃって、なんか親に捨てられちゃって、まあ最近はまあだいぶ売れるようになって、やっぱり壊れたプラレールはやっぱり宝富さんやいろんなところで修理できるからすごいいいし、まあこれだけは本当に残してよかったですね。スカードリーの客車ですね。全体的に見るとこんな感じです。これも中古で買って、全体的に見るとすごい綺麗な感じですね。これもいいんじゃないでしょうか。鉱山鉄道のマイティーマックフレディの客車ですね。全体的に見るとこんな感じ。はい、これも、まあ、マイティーマックはこれが動力車になって登場したんですが、まあ、それ以外は無動力車ですね。これもまた欲しいですね。で、オリバーの客車、全体的に見るとこんな感じです。これも綺麗な状態で、あの商品紹介でオリバーの客車がこれでしたね。まああと何個かわからないんですけど、まあ集めてきたんですね。スペンサーの客車ですね。全体的に見るとこんな感じ。スペンサーの客車がなんかすごいいい感じで、確か2両な時もありましたね。もう1両買ってよかったですね。おしゃべりジェームスの、客車ですね。全体的に見るとこんな感じです。なんかテレビには出てなかったんですけど、なんかプラレールオリジナルで出てきて、やっぱりこれはプラレールオリジナルで出てくるのもすごいあるんだなっていうふうには思いました。はい、まあというわけなんですが、早速ですが、動力車をつなげて、早速ですが走らせていきたいと思います。で、こう、はい、レイアウトもこんな感じできましたね。まあ今回は自由レイアウト作って、まあ中古で買った、まあ、単品の車両の客車と付け加えて、今回は走らせてみたいと思います。早速ですが走らせていきましょう。みんな元気が走っていますね。やばい、ゴールンとジェームスが追いつくんです。まあ、脱線しないといいんですけどね。やっぱり3両以上でも問題なく走れますね。まあ、トーマスはただカバーを変えただけですね。あと、おしゃべりシリーズも、やっぱりおしゃべりがあるとすごい楽しいですね。あとは走行シーンをお楽しみくださいませ。
はい、三両一緒の走らせての走行シーンはいかがだったでしょうか。トーマスはまあ変わらずなんですが、ただカバーを変えただけですし、まあ、それ以外は客車三両、四両、まあ、スカーロイは特に四両で、まあ急行列車は2両で、普通の客車が、まあ、3両が2つですね。やっぱり3両以上走らせてもすごい楽しいし、あとテレビ感がなんか生まれてきますね。とてもいい走行シーンでした。はい、いかがだったでしょうか。まあ3両以上走らせてもすごい楽しいし、やっぱりオークションとか中古ショップでもいろいろ売ってますんで、皆さんぜひトーマスファンの方買ってみてはいかがでしょうか。とても楽しくなりますよ。本日もご視聴ありがとうございました。バイ。